始め。これ式で死にゃしないよ。それよりお前、生駒屋には会えたんだろうね。うん、私がここへ来たのも生駒屋さんの指図だよ。さすがだね元締め。なんだい。私、仇を追ってるって言ったよね。あんたの里を焼いちまった奴らのことかい。見つけたんだ。みんなを殺した奴らをやっと見つけたんだ。でも分かんないんだ。どうしたらいいのか。仇なのにどうしたら。私起こしておくれ。お前はベニヤの始末屋だ。恨みつらみで人を斬ることは何があっても許さないよ。うん、分かってる。急ですまないんだけどね、仕事を頼みたいのさ。始末は今夜。相手は黒塗りの十蔵とその一味。え、必ずやり通してきな。さあ、天中紅最終面である 12-2 なんですが、ここは万次郎と接触する必要がないのでだいぶ楽になっておりますね。でまず最初なんですが、ここはわざと青札にして泣き真似をすることで次のやつを後ろを向かせることができます。まあ、ここはね、泣き真似使いたくないっていう人がいれば、見られることでね、あの直角切りが使えるようになるので、そこをやって取っていきましょう。まずここは大ジャンプをしてね、こうやって取っていくと。であとはまあ直進するだけなんですけども、まあここでね、ちょっと女忍者がこっちを見ているので、こいつがちゃんと隠れるまで行ったらもうね、こっちに行って、あとはもうそのまままた斜めに行って、もうすぐさま、ここ空中に印刷取ってもいいんですが、おおっと、青札にする必要は全くありませんが、ね、もうここで小戦になることができると。まあ小はね、まああれ決まんねえ。 OK。 おいおい、間違えた、あやめの癖が出てしまった。おいおい、打ちきっちり。最初このこいつって名前が出ないからね、攻略サイトを見た時にこのね、ショーっていう字を見た時に、あ、いててててて、あ、やばいやばい、いててててて、事故ってる。見た時に小杖だと思ったんですね。小杖だと思ったらショーでしたね。というわけでね、まあ十蔵戦になるんですが、まあ十蔵戦ここも別に変わりはありませんと。まあ、投げたら、しまいまで行くと。あとはもう一回投げるだけ。まあ簡単ですね。おっと。今の攻撃はガーフですね。オッケー。敵が事故った。追い打ちできたけど、どうせ投げで決めるんで、追い打ちするまでもね、温情ですよ。ここだ。おっと、失敗した。いててて、いて、やべえ。さあ、おっと、ベニヤはこんなもんかい。こんなもんですよ。オッケー。さあ、知恵のカウントダウン。オッケー。
たかい？なんとか。あなたのおかげだ。何のことだい？よくわからないね。飼い主がいなくなった犬だ。たちは悪いよ。分かってる。どうするつもりだい？悩んだりしてられない。行くだけだよ。またな。12-2 のエンディングは、まあ、天柱3につながるねストーリーになっているみたいです。まあとりあえずね、ここのステージはめちゃくちゃ簡単でしたね。やっぱ自由に行けるっていうのは素晴らしいですね。万次郎は本当にいらなかったっていう、もうここしかねえだろうっていう場所なのに万次郎に探らせる意味ってあったのかなみたいなね感じはしますが、まあここは簡単だったので、またね次の配置に行ってみましょう。次はどんな感じなんだろうか。配置2も配置1と同じルートなんですが、まずここはねちょっと戻って、ここのね女忍者を通します。まあこれは実はやらなくてもいいんですが、青札にねなるのが嫌なので、まあそこをしただけなんですが、まあ泣き物あるからね別にいらないんですけども、でまあ同じルートでね通っていきます。ここを青札にしなければ、ここそのまま行っても後ろを向いているので、こいつをそのまま取ることができると。で普通までだったらこいつ振り返ってこないんですけども、難しいだけ振り返ってくるので、こう来て振り返ってくるので、そこで脇を抜けて入っていきますと。でもここまで来たらもう構わずゴールを目指すだけ。いや非常に簡単なステージですね。で、商船。まあ、商船はっていうか、商船も鋳造船も、まあ、12-1とね、変わりはないので、なんかディレイがうまくいかなくなってきたな。ああ、当たった。まあ、普通に回してきゃね、いいんですけども、まあ、こいつは、投げを狙うよりは、普通に、この近距離で敵の攻撃を誘発させてからの攻撃ね、これでやれば、まあ、パーフェクト本当に可能なんでね。あ、もうパーフェクト取ってないですけども。で、まあ鋳造戦ですね。鋳造はこの三段切りからとかのやつを狙いたいところなんですが、積極的に投げを狙っていきましょう。 OK OK。なんか矢倉崩し感が完成した気がする。
オロチドッポの聖剣好きが完成した時のような完成度ですよこれ。なんかもうタイミングが見えるというか。もう決まったら、まあ、腕折りがなんか逆に今度出なくなってきたっていうか、まあそういう時もあるんですけども、おっと固まっちまった、投げから投げてるつもりで投げれなかった時のあれはきついですね。反応に困る。丸ボタン、敵の方向プラス丸ボタンを押してて OK 決まった。これはもらったかな、ほい。いやーよかったね。まあここのステージもまた簡単で、基本的にね柔道戦だけ気をつければ、まあ、ここのステージ簡単だとは思うんですけども、ラスボスといっても初戦2回投げれば終わりだから、あとはまあ弾くタイミングとかね掴めてればまあ問題はないので、まあどうしても勝てないっていう方がいれば、敵のね攻撃パターンをよく見れば分かってくると思います。よし、じゃあまあ次にね行ってみましょうか。ハイチさんはいきなり難所が訪れます。まず最初ですね、まっすぐ行くんですが、このラインですね、このラインを通らないとちょっとでもずれるとね見つかってしまいます。かなりシビアなので注意が必要です。で、あそこをねまっすぐ行くことでこいつに間に合うので普通に後ろから取っていけると。で、ここは大ジャンプをしてまたこいつを空中に射殺。で、あとはここを登っていって、で、ここからジャンプして降りたぐらいのところで青札に、あれあれちょっとずれた。ずれたのでもう一回やって、木に戻したら、まあ大体ここら辺に、まあ、このね端っこら辺に大体いるので、正確に、おっと、あ、これはいらなかったかな。で、ここは端っこにね、ここら辺で登らないと見つかってしまいますので注意が必要です。で、あとはもうこっちの忍者を注意して後ろを向いた瞬間に行く。さあ商戦、ラスト商戦ですね。まあ華麗に決めたいところですが、まあ、とりあえずねこの配置さんは最初の部分がめちゃくちゃめんどくさいので、まあ、そこだけね注意なんですが、あそこが本当に10回に1回ぐらいしか成功しないので、まあかなりめんどくさいですね。なのでちょっと端っこだと調整が決まりづらいので、パイルドライバーを決めていこうと。よし、これはいけるかな。お、いった。あ、やらなくていいことを燃やした。やらなくていいことしてしまった。さあ柔道戦、2回投げれば終わる。まあ狙うはやはりここからの投げ。うわ、あ、距離を取られるとやばいんだよね。近距離から中距離を繰り返し敵の隙を伺っていく。ここ OK で決め、あ、あれあれ完成したはずの。やばいやばい、中途半端にリレーかけてしまった。やばい、グダグダになる。ここだ、おお、ここやる。よし、いける、オッケー、今度こそ、うっす、オッケー、もう一発。よし、ここだ、オッケー、決まった。しまいや、いや完璧でしたね。というわけで、まあ天中さんじゃなかった、天中くれないね、全部忍術回伝、そして始末屋を取ることができましたということで、まあ最後にね一応リザルトだけは見せようかと思っておりますが、いや12の2は簡単でしたね。12の1はねめんどくさかったんですけども、まあ、万次郎さえいなければっていう感じですかね。まあ、万次郎も
第4万次郎ポイントね、一番最後のところを狙っていけば同じルートはたどれるので、まあ、12の1もね、まあ、結構簡単にいけるのかもしれないですけども、まあ、ある程度ねランダム要素があるのを対応していくにはね、まあ、こんな感じでやっていった方がいいかなと思って12の1はねやっておりましたが、というわけでとりあえず天柱紅の、まあ、ステージ攻略というのは、まあ、こんな感じで終わりにさせていただきます。ではとりあえずリザルトから見ていきましょう。まずはリンの優しいね、優しいから見ていきましょうね。こうやって始末屋を取っていると。で、ナミもこうやってね、すべての配置、すべての難易度で取っていますと。で、その後にアヤメですね。アヤメも全部忍術回伝。こうやって取ってますね。ナミも OK で。そして優しいも OK ですね。というわけで全部の忍術回伝、そして始末屋をね、取ることができました。まあ、というわけで、この天柱紅の総評をね、やっていきたいと思うんですが、まあ、この天柱紅というのはね、やっぱ天柱シリーズの外伝的なストーリーなんですけども、まあ、基本は天柱3の、まあ、言っちゃなんですけども、使い回しな感じがすごくね、印象としてはありました。敵キャラだったりとか、敵のモーションだったりとか、まあ、そういうのがね、ほとんど天柱3と一緒だったので、まあ、そういう印象を受けたんですけども、まあ、天柱さんとね、もうかなり違うところといったら、やっぱ敵のルーチンがすごく頭が良くなってて、例えば赤札から青札になった時に、まあ、屋根の上でちょっと隠れたりして赤札から青札にね変わった時とかは、まあ今までだったらもうこっちの方にね、ずっとこう敵が下で走ってくるみたいな、近づいてくるっていうだけだったんですけども、今回はちょっと後ろに下がって視野を広げてくるみたいな、そういうね、上にいるっていうのが大体わかってるから見ようとしてくるというかね、まあそういうルーチンというのが加わりまして、まあ頭が良くなって少し難しくなってるなという印象でしたね。まあ動画としてはね、未発覚だったので、そういうシーンっていうのは全く見せることはできなかったと思うんですけども、普通にね初見でプレイしていた時とかはもう赤札から青札になってね、よしこれで木まで粘ってあいつ倒してやろうみたいな思ってたら、こうねバックしてまさかの視野角を広げてくるなんてね、思いもしなかったし、であとはね、崖の下とかね、こう転がって捕まって敵の足元にいるっていう状況っていうのはね、見られてない時は今までと一緒だったんですけども、見られてたりとか、まあ赤札から青札に変わった時とかねはもう速攻で見つけてくる、青札とかね、すぐ速攻で見つけてきて、で今までになかったそこでモーションがありまして、この手をね踏んでくる叩き落とそうとしてくるみたいなねモーションがありまして、まあそういうモーションが加わって、まあより難易度がすごく上がってるなと。まあ最初に言った通り、天柱史上最高のね難易度と言ったのは、まあ伊達ではなかったんじゃないかなと思います。そしてまあ体感なんですけども、若干敵の視野が広がってるのではないかなっていう印象がありましたね。なんか今までだったらそんなにこの角度とかこの距離で見られるなんてことはなかったというような距離でも見てくる時があったりとか、見られてたりとか、見つかったりとかいうことがあって、なかなかそこら辺の視野角がちょっと広がってるのではないかなと、特に思うのが上下に広がってるのではないかなと思います。まあこれはちょっと体感なんでね、もしかしたら全然変わってないのかもしれないですけども、あとキャラクターによってね視野角がちょっと違う可能性もありますが、まあそんな印象をね受けました、プレイしてて。まあその難易度の高さというか、難易度が高くなったことによって、まあこのゲームはね
まあ、基本ステルスアクションなので、まあ初見でプレイするとね、本当にこううまくいかないっていうかね、まあそういうことはあったんですけども、まあ、ちゃんと攻略していけばちゃんとね、見つからないようになってたりとか、うまく立ち回れるようになってたりするのでね、まあ、今回僕がプレイしたやり方っていうのは、おそらくこの作っている K2 さんねの思惑通りというかね、まあそんな感じの計算された、そんな感じのプレイにはなったんじゃないかなと思います。まあ動画をね、ちょっと他の方の動画を見た時に、まあ想像を絶する方がね一人だけいまして、まあその方はね、うん、まあ正直常人では絶対真似できないレベルの動きだったので、まああれはおそらく K2 さんの想定外だと思うんですけども、僕のプレイはおそらく想定内というか、早く行くのを目指したらおそらくこういう攻略方法になるんじゃないかなっていう攻略方法をね、おそらくできたと思うんですよ。ただかなり頑張らないとこうできないよっていうところをおそらく僕はできたと思うので、まあ、そこはね、まあ、自分なりにですけども良かったなと思います。まあ、これは本当に練習すれば誰でもできるんですよ。まあそういうのをね、毎回僕の動画は目指しているので、まあそういうなんか特殊な人だけができるって言ったらね、それはもうなんかゲームの楽しみ方としてはちょっと違うかなっていう思いがあるのでね、やっぱ万人にできた方がいいですし、もちろん、まあ、難しいところっていうのは多々ありますし、もうどうしても苦手な人っていうのはどうしてもできないっていうところはあるとは思うんですけども、その中でも、まあ、努力すればちゃんとできますよっていうところをね見せていきたいと思ったので、まあこういう感じでやれてよかったかなと思います。で、まあ、このゲームね、まあ、ざっくり言って面白かったんですけども、一応難点というかね、納得はいかないというかね、ダメな部分というか、まあ、ダメ出しというかね、まあ、そういうのをさせていただければ、まずはですね、視点ですね。毎回この 3D ゲームの宿命と言えるものなんですが、竜が如くとかもそうでしたし、まあ、視点というのがね、やっぱり自分を見てる視点じゃないですか。なんていうかな、FPS みたいな一人称の視点ではなく、三人称の視点というかね、になっているので、まあ、例えば足元を見たいとき、キャラクターの足元を見たいときとかは、普通に、こう、見れればいいんですけども、キャラクターが邪魔すぎて、下の様子が全くわからないみたいな状況がありまして、敵が下にいるのが分かってるのに、敵が今どっちの方向を向いてるのかとかが分からないみたいな、まあそういうことが結構多々ありまして、まあそういうところはやはりその主眼で見れるようにしたりとか、あとはまあキャラクター自体をね、もうそういう状況だったら透過させてくれるシステムにしてもらえたらと常日頃からね思っておりますが、まあそういうモード、まあ主眼モードみたいなね、そういうのを入れていただければなと思います。そして、あとはね、草とかが、これもまた透過処理されれば解決するんですけども、透過処理をされるか、まあなんていうかな、まあこのゲームの理不尽なところっていうのは、その草むらとかに隠れてっていうアクションが、まあ、基本的にないわけですよ。その当たり判定があるものに関しては隠れるっていう動作ができるんですけども、当たり判定がない草みたいなね、葉っぱというか木の枝から生えてる葉っぱね、ああいうのでは隠れられないんですね。だけども自分の視点から見たら敵が見えないわけですよ。まあ球面とかであった霧とかね、ああいうので敵を視認しにくいステージっていうのがやっぱりあって、まあ9面10面のことなんですけども、
ああいうところってこっちの視界だけが一方的に悪くなって、敵の視界っていうのは変わらないんですね。なのでこっちが全く敵を視認できていない状況で敵だけこっちを視認してくるっていう状況が結構ありまして、あそこはね本当に理不尽なんですよ。例えばメタルギアソリッド、同じような、まあ、ステルスアクションといったらメタルギアソリッドが有名だと思うんですけども、メタルギアソリッドとかだとやっぱその草むらを利用して隠れるっていうことができたんですけども、このゲームはね一方的にただこっちが見づらくなるっていうだけのグラフィックというかね、ギミックじゃないけどもう本当に絵なんですよ。なのですごくねそこら辺が納得できないかなっていう部分はありましたね。それだったらもっとこっちに対して本当にその草が透過処理されるとか、まあそういう風なものを入れてほしかったなっていう、じゃないと本当にただ見えなくて、見えない状況で勝手に発見されてなんかやられてるみたいな、そういうのがあってね、まあそういうところはちょっともうなんでだよみたいな思いがすごくあったので、まあそこら辺は絶対に改善させてほしいなと思う点です。でストーリーなんですが、まあ僕はストーリーはねめちゃくちゃ良かったと思います。まあ天中、初めてね天中1をやった時こういうストーリーなんじゃないかなっていうね、そういうこの時代劇的なこの渋いストーリーみたいなのをずっとイメージしてたんですけども、天中シリーズって途中から必ず魔物みたいなのが出てくるんですね。妖怪が出てくるわけですよ。なのでまあそういう世界観も僕は好きなんでね、別にそれはそれでありだと思うんですけども、まあこういう硬派な路線というか、まあそういうのもねすごく良かったと思いますので、まあこの天中紅というシリーズじゃねえ、天中紅という作品はねすごく良かったと思います。あと忍殺システムなんですけども、これね忍殺中にも時間が流れるというシステムなので、忍殺キャンセルっていうのがね必須になってしまっている状態なんですよ。これはちょっと改善してほしいかなと思っております。これなぜかというと、やっぱり忍殺ってかっこいいじゃないですか。忍殺モーションって見たいわけですよ。まあやり込みとかやっていくと、まあ、キャンセルしちゃいますけどね。だけど今のシステムでは忍殺をキャンセルすることがね本当に強いられているので、ここの部分はなんとかしてほしいかなと。まあ解決策としては、忍殺したら敵の時間というか全ての時間を止めて、まあいわゆるマトリックスみたいな状態にしたりとかね、すごいスローモーションに敵だけなって、まあキャラクターだけ素早くカッコつけれるみたいなねようにするか、忍殺中は必ず見つからないというね特殊な条件にして、それでしか逆に言うと攻略できないようなギミックを作ってみるとか、まあそういうのもありなんじゃないかなと思うんですよ。まあ少なくとも単純に時間を止めるっていう風にはやってほしいかなとは思いますね。あとまあ忍殺とか、まあキャラクターの会話とかのイベントが発生した時とかもなんですけども、自分の視点が変わるところがあるんですよ。まあ忍殺とかはよくあるんですけども、忍殺見てればね後ろ向くとか横向くとかわかるんですけども、もうキャンセルしてどっちから撮ったかよくわからないような状況だと、今どっちそのキャンセルした後にどっちを向いてるかっていうのがよくわからなくて、転んだ方向が全然逆方向に転んじゃうみたいなねのがあって、まあそういうのはちょっとやめてほしいかなと。もうキャンセルしたんだったらもう視点を変えないでほしいみたいな思いがすごくあります。まあそこら辺はすごく改善してほしい点ですね。あとはそうだ、動画ではねずっとカットしてるのであまり気づかないと思いますが、このゲームねすごくロードが長い。そしてこうやり込みとかやるとね繰り返しやるんですけども、再挑戦した時にもう同じ時間取られちゃうっていうね、ネオジオ CD ですらですよ、同キャラだとか
コンティニューした時のね、同じ戦いだとか労働時間なんてめちゃくちゃ短かったのに、再挑戦にかかる時間がねめちゃくちゃ長くて、特にまあ12面は簡単だったから良かったけども、めちゃくちゃ長いんですね。あれはね、まあプレステ3とかプレステ4になってくるとハードディスクっていうのがあるからね、だいぶ軽減はされるとは思うんですけども、まあとにかくロード時間が長いっていうのがね、本当はもうちょっと詰めれるんだけど、もうロードすんのがめんどくせえみたいな感じで、せっかくのいいゲームがねちょっとそこら辺で台無しになりかけるので、まあここはね必ずどうにかしてほしいかなと。ただ天柱3の時は確かダメだったと思うんですけども、再挑戦した時にその前に人具をね先に持って行っていた場合、ちゃんと再挑戦にしても同じ人具を所持している状態になっている。確かね3の時はなかった、それなんかまたね人具選択画面まで戻らないとダメだったと思うんですけども、再挑戦の場合はねもう鍵縄しか持ってないみたいな状態で始まってたと思うんですけども、まあ、基本的に僕はあんまり人具を使わないので、っていうか持っていかないので、おそらくみたいな感じですけども、紅をやった時にね、そこをもうクリアして9面で3人敵が出てくるところがあったじゃないですか、最初のところね。あそこがあまりにめんどくさかったから感触玉を持ってってやってたら、そこで初めて気づいたんですね。あ、人具ってリセットされないんだと思って、そこがまあ再挑戦ちょっとやりやすくなってる、まあ多分ですけどね。3の時は確か再挑戦はなかったと思うんで、その人具自体はね、だからやりやすくなってるのではないかなと思います。まあそういうところで長くなりましたが、今回の天柱紅、ここまでで僕の実況は終わりにさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。また次回作も撮りたいと思いますので、まあまずはグローランサーの続きをねやらないとダメなんですけども、また違うゲームをねやっていきたいとは思いますので、そちらの方もよろしくお願いいたします。失礼いたします。